覚えてます。不景な今日年の誕生日、気づいてください。間違いでしたって。待ってどうしてこんなに惨めな態度で許しを込んで、これがびっくりするほどバカバカしいので何とも知ってないで、ちょっと膨れてそんな自信任せに斜めに構えてみちゃって、ずるとかは置いてみてけど現実が現実的に台無しにした、とにかく気に入りでやり過ごして変身になって息が止まった、背中に指を刺されてる感覚申し訳ないです、消えちゃいたい、上手に笑うための方法をこそ教えて、受けた時にこっちの方取り付けるって罪悪復讐した、振りかざっちゃって全然ぶってないで、かよくるさいシスター、どうか一つ平等に見逃してください、よしこれでだって色づいてくわ、なんか今日も